あとは気持ちよく勝って終わりや。まあ、最近負けが込んでるけど、ランクまでもいざ運命に導かれるままにランク1から3まで下がった男だからな。さて何にしようかしら。味わわせてあげる。私の技、味わわせてあげる。運命の一つ。速攻来い、速攻来い、速攻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 。No、 ストレートパンチの餌食や。さあ行こうよ。決める。珍しいな、装備武器装備するアリーナなんて。私の手の中に。ストレートパンチって絶対来るようなもんじゃないのか。ステルスか。運命一つ。まあいいや。この浪人を遅れも取るなよ。手札を増やすのじゃ。まあまあ。私のターンね。タイガークライ。ローってすぐやられるよな。もう僕の使い方が悪いのかわからんけど、すぐ消えるよな。私の技、味わわせてあげる。BGM 鳴らしに来たみたいな。私のターンです。風の導き。いいけども銀のタロットが来ないとあんまり。今度こそ速攻で頼むぞ。速攻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 。No、 ギャンブルに出るぞ。1ダメージ1ダメージ1ダメージ。よし、思いっきりいくわよ。持ってたんかい。つまり足払いとか聖剣好きとか使いたいってことか。さあ未来は私の手の中に。やっと来てくれたけど、ここはお化けトマト出しとこう。どっちでもいいけど、できれば攻撃力でもね、おなしゃすの。まあこれでつむじ風で倒せるか。私のターンね。こっちできたか。私の技、味わわせてあげる。そろそろテンション上げときたいね。私のターンです。銀のタロット使って魔術師いっちゃうか。魔術師の塔のタロットのでいくか。銀のタロット。す全ての可能性をこの手に、魔術師のタロット。お、はぐれメタル。はぐれメタルゼロだから取っとけるな。塔のタロット。やたらはぐれメタル使うやつ多いから買っといたんだよね。錬金しといたの。そんなに役に立つんかなと思って。あ、やばい、テンション溜めてない。あ、やった。あどちらが上か白黒つけよう。あららら、やっちゃった。これが私のジャスティス。かわいそう。やっちゃったか。私の技味わわせてあげる。ああ、勝ったなこれ。早くしないと終わっちゃうわ。さて、何にしようかしら。じゃあお言葉に甘えて失礼します。私を打ち負かすなんて思いっきり行くわよ。あー、ラッキー。こんなラッキーそうそうないぞ。運命の一つ。ベルフェゴちゃんいっちゃいますか。待てよ。待て。そっか、ブロックしてるか。スムジで倒してくれれば。やめとこう。太陽のタロットあるし。ここは闘技場じゃねえ。気合い入れてくよ。次で太陽のタロットだな。手札に戻す。タイガークロー。それではぐれメタル。違う。ああ、もう用済みってことか。微妙に太陽を使うのもったいない環境を出してきたな。まあ使うけど。もらっとくか。どでかいの出してくるかもしれない。太陽のタロット。燃えなさい。まだ死ぬべき時ではないわ。これ使うか。ほんで、こっちにしとくか。もう老死んでるし。これででかいの来ても大丈夫。まあネルゲルあたりか。マルティナ。負けられない。絶対にはぐれメタルが倒せればいいみたいな感じか。No. 私の技味わわせてあげる。いいんじゃマルティナに使って結構運任せだよな。あ、いいんじゃマルティナに使ってで、ここでマルティナ出して今の仕返し的な感じでコスト6か。じゃあ無理じゃん。じゃあ一応もらっとく感じで。忍者のタロット。隠れメトロも出そうかな。さあ未来は私の手の中に。要は敵が1体でもランダムで7ダメージってことだもんな。多分知らんけど思いっきりいくわよ。うわーやべえ。さあ共に勝利をつかもうではないか。ああ、忍者使うべきだった。ここで使うべきだった。闘志を燃やすのだ。マジ私の技味わわせてあげる。とう来て、とうさあ行くわよ。やべえ、道を駆け上がれ。はあ、行くぞチャンピオン。塔のタロット来い。え、何それゼロ、どういうことじゃあ愚者でいい、愚者で。早くしないと終わっちゃうわ。私の技味わわせてあげる。愚者来い、愚者。私のターンです。ぐしゃ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 。魔術師。できないからもう魔術師しかないな。魔術師のタロット。ぐしゃ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 。きた。きた。ぐしゃのタロット。気持ちいい。ああ、歴史に残るわこれ。ちょっとどういうことなの気持ちいい。銀のタロット。はっ。さあ未来は私の手の中に。しかももう一枚使えるっていうのがミソですな。切り裂いて。ああ、勝った。なかなか読みづらい未来だ。あなたの未来もう見えませんわ。そろそろデッキがつくすべての可能性をこの手に。私のターンね。あんなやべえやつ隠し持ってたとはな。え、どういうことゼロって。はあ、そろそろデッキがつけちゃうわ。はあ、もう一枚あること忘れてるのかもう一枚愚者あるんだぜ。誘い出してるのか。あ、そっか、スキルブーストするとコストがなくなるってやつか。とんでもねえな。悪魔のタロット。いや、ここは愚者でしょ。塔が出てくれたら悪魔でもいい。さあ未来は私の手の中に。皇帝のタロット。じゃあ愚者だな。でマルティナ出して皇帝でもいいか。油断は禁物ね。行くわよ。よし。なかなか読みづらい未来だわ。どうしようか。マルティナやられたらやばい。皇帝のタロット。ダメージを与えとくのもありか。行くわよ。思いっきり行くわよ。ハッサン。よっしゃ。俺に任せろ。ぶちかますぜ。はっ。の。なんて強さ。はっ。私のターンです。忍者を使ってゾーマとか出さないでくださいよ。忍者のタロット。忍者ってコストでかいのが痛いよな。ちょっと誘い出すかこのターン。私のターンね。よかった。よし。さて、何にしようかしら。正面でこれ前列じゃないといけないのかな。一マス前か。悪魔使いたいけど一気に攻められて負けるなんてことないだろうな。いや、つむじ風は取っときたいな。どっちにしろつむじ風使わなくちゃキラーマシンの攻防は避けられない。じゃあ悪魔だな。悪魔のタロット。はぐれメタルいるからな。消えなさい。回し蹴りで来るやろな。切り裂いて。あと3か。思いっきりいくわよ。敵がつけちゃった。チャンス。これでいくわ。来た。装備したぞ。おっと。悔しいけどあなたの勝ちよ。いや、名勝負だった。